さてと、着いたわ。ここはガベージデータ研究所。人が捨てた廃棄データから地域性や文化などを研究する人類学の民間研究機関よ。今から合わせるのはこの研究所の所長。アリスに関してかなりの情報を持っているから、あんたが知りたいことは大抵答えてくれるはずよ。ところで、あんたの名前だけど。そういうのね。こっちよ。じゃあついてきて。に襲われたんだって。無事でよかったですよ。何する。離れて。釣れない。こういうのは人前ではやめてっていつも言ってるでしょ。っていうかどこでもダメだから。悪いわね、見苦しいところ見せちゃって。紹介するわ。こちらドクター・ソガ。この研究所の責任者で。ネウのパパです。ただの医療婦よ、まったく。それでこの人がさっき連絡しておいた。いやあ、また会いましたね。お、知り合いなの？ちょっとね。大体の事情は連絡を受けていますが、詳しい話を聞きたいので、この先の部屋で最初から話してもらえますか？ねえ、それじゃあ、あの子が誰だか分かってなかったってこと？あんたの妹だって言ってたんでしょ？まあ、湊さんがどういう存在かは、君の記憶が戻れば分かることですし、今は置いておきましょう。それで、懐中時計とやらは今どこに？おお！これはまさにクロノグラフ！ネウからフォークローンを呼ぶ懐中時計と聞いた段階で十中八九クロノグラフだとは思ってましたけどね。やはり君が持っていたんですね。私の知らない間に何があったのかわからないけど、そろそろ説明してあげて。話が進まないわ。わかりました。では失われた記憶情報の件から話しましょうか。君のそれは女王のデータ検閲に引っかかってクリーニングされた可能性が高いです。ウイルスなどが混入したデータをうっかり閲覧ダウンロードした場合に起こると聞いています。ウイルスの侵食度合いによっては結構消されるんですよ。これについてはネウ、女王にサポートコールしておいてあげてください。大丈夫、もうやっておいたわ。確認ができたら正常なバックアップをもとに女王が記憶情報を復旧してくれるはずよ。あ、念のために説明すると、女王は、そうね、この仮想空間アリスを運営、管理、統括するシステムの頂点って言えばわかるかしら。まあ、大体合ってますね。それにこの件については妹の湊さんからも同じ説明を受けていたようですしね。ドクター、その湊さんがどうなったのか一番知りたいんじゃないかしら。ポーンに食われた後どうなるのかとか、助けられるのかとか、私も噂程度にしか教えてもらってないから聞きたいわ。何もわからないままだと妹さんのことが確かに心配ですよね。結論から先に述べると、湊さんは死んではいません。現実の肉体が生存しているということだけは確かなので、そこは安心していいですよ。そしてあの怪物、我々がポーンと呼んでいるあれは、女王やアリス利用者が廃棄したプログラムやデータが偶然合体して生まれたものと思っていただいて間違いないです。感覚的にはキメラやフランケンシュタインの怪物を想像してもらうと近いかもしれないわ。ある種の合成バグプログラムね。廃棄領域、
通称ディープスペースと呼ばれるこの領域でポーンは発生します。廃棄領域とは PC でいうところのゴミ箱に相当する場所です。本来ポーンは廃棄領域の外に出られません。一般領域から廃棄領域へデータを捨てるためのゴミ箱は一方通行ですし、そもそもデータサイズを制限されています。巨大なデータを双方向でやり取りするためには、女王から権限を与えられた専門の業者や研究機関が持つ特別な出入り口が必要なのよ。だから出てくるとしたら、偶然業者の出入り口に侵入しちゃった事故ぐらいでしかなかったってわけ。まあそういう事故で出てきちゃったやつは、女王から認可を受けた業者同士で協力して始末することになっているのだけど。そういえば今回はどこからもアラートが出なかったですね。最近ポーンの一般領域での目撃例も増えているようですし、もしかして知らないところに出入り口ができてしまってるのか。今はまず君の記憶情報について運営からの返事を待つしかないですね。だったら今は焦って動いてもしょうがないし、記憶情報が戻るまでしばらくここで待ったらいいんじゃないかしら。ただ待ってるのは落ち着かないって顔ね。それならちょっと協力してくれませんか。君のそのクロノグラフを調べたいんですがね。何、ちょっとばかり廃棄領域でポーンを掃除してきてもらえれば結構です。クロノグラフを使ってね。ああ違法行為じゃないのかと不安になったんですか。大丈夫ですよ、うちの研究所は正式に許可を受けていますから。そうだわ、戦闘のついでだし何かあれば拾ってみましょう。たまにフォークロアたちに役立つものも拾えるのよ。無理はしないようにね。何かあったら救援にはすぐに駆けつけるよう、今廃棄領域にいる子たちには連絡しておきましょう。そんな不安そうな顔する必要ないわよ。研究所の管轄内であれば私が対応できるポーンばかりだから任せなさい。さあ廃棄領域へのゲートを開くわよ。このゲートを使って廃棄領域へ行くの。研究所ではここからの出入りのみ女王の許可が下りているのよ。注意してほしいのは、出入りしたいときは必ず研究所の中にある決められた場所からにしてね。あんたのアクセス権限もすぐに発行されるはずよ。あと出入りするときは周りにポーンがいないか注意してね。ゲート周辺には弱いのしかいないけど、念のために。それじゃ行きましょう。今の戦闘結果とあんたのデータをドクターに送信してと。お疲れ様、体調は。うん、問題なさそうね。使用者の体に負荷がかかったりはしないのね。それにしてもすごいわね、そのクロノグラフっての。フォークラーは普通任意で出したり消したりできる存在じゃないのよ。それは確かにすごいですね。普通はフォークロアがたまたまアリスへたどり着くだけで、意図的に呼び出すなんてできないはずですもの。びっくりした、急に話しかけないでよ。まあごめんなさい、近寄る前にお声はかけたのですけれど、お気づきではなかったのですね。彼女はアンドロメダ、私たちと同じ研究所のメンバーでフォークロアなの。身内だから心配いらないわ。アンドロメダ、気づかなくてごめんね。はじめまして、アンドロメダと申します。そうおっしゃるのですね、新人の方でしょうか。ああ違う違う、新人じゃないわ。
今日の騒動、あれに巻き込まれたの。妙な時計を持ってたのもあって保護したってわけ。まあそうでしたか。実はドクターから万が一の場合はネウさんたちを最優先で救助との命令をいただいていたのですが、それでだったのですね。その妙な時計というのが先ほどおっしゃっていたクロノグラフですか？ええ、フォークロアを任意で呼べるシステムが組み込まれてるらしいの。でも他にもまだ何か機能が隠されているみたいだから、データの採取をしに廃棄領域でポーンと戦闘してみているのよ。フォークロアは呼び出したと同時に契約は了承済みだし、しかもクロノグラフからの出入りが自由らしいわ。ドクターの知人が開発したって話したけど、どんな懐中時計よね。あの姉さん、何？この方が先ほどからお困りの様子です。もしかして何かご不明な点があるのでは。そうか、あんた記憶ないんだもんね。あの時は雑に説明しちゃったし、そもそもフォークロアって何とかわかんないよね。ごめん。もう記憶が。それは困惑なさって当然ですね。いろいろと大変でしょう。でしたらアバターとフォークロアの違いやフォークロアの成り立ちの一般的な説を交えて詳しくご説明しましょうか。わかりました。まずアバターとフォークロアではアリスで活動するための体を構成する情報基盤が違うのです。アバターは現実の体や現代を生きる個人の情報の集合で構成されていますが、フォークロアは人々の認知情報によって肉体が構成されています。ネット空間には現代に生きている方々が検索や書物、そしてメディア等から得た様々な認知情報が存在します。それには当然かつて存在した人々の情報も含まれますよね。多くの方々が特定の個人について知識を得ようとした結果、ネットに膨大な情報が集まると、そこにアニマという小さな魂のかけらがまず発生します。さらに同じ人物に関する多くのアニマが集まると、それらがゴーストと呼ばれる存在に変化します。これは人にとっての魂というものにあたります。そしてこのゴーストがネット空間を漂って漂って、偶然に仮想空間アリスへたどり着くと情報生命体として体を得る。これがフォークロアと呼ばれる存在です。かなり多くの人の認知が必要だから、現れるのは実在、架空を問わず有名人がほとんどね。つまり彼女もギリシャ神話のアンドロメダってことよ。私はあなた様と同じアバターではなく、クロノグラフから呼び出している存在と同じフォークロアなのですよ。外見は人であるアバターと何も変わりないように見えますでしょ。よろしくお願いしますね。話は戻るけど、一度聞いてみたかったのよ。たまにご存知じゃない情報が混ざってるわよね。性別が変わってたりとか、性格が著しく変わってたりとか。それはフィクションも含めて今を生きる方々の認知集合の結果ですから、ネウさんたちのイメージとは違う方がおられてもおかしくないのですよ。噂によると同じアンドロメダでも男性で会長のお兄様がいる方もおられるとか。私にそのような兄弟の記憶はありませんが。そうだったんだ。なんとなく想像つくけど、そういうのは知りたくなかったかも。ともあれ、 AI と違うのはフォークロアには人足りうるだけの過去や心、そして魂や感情の起源が自らのうちにあることですね。 AI にも感情のようなものはあるけど、それはプログラムした誰かの規範によるもので、自分が作り上げた魂と呼べるものではないのよ。
ちなみに他のフォークロアにも普通は契約者がいるんだけど、その契約者と一緒じゃなければ一般領域の行動に制限が。あれ、そういえばアンドロメダ、今日は一人なの？ええ、ももちは今日現実へ戻る日なんです。生きていてこその仮想空間なのですから、アバターの方には体のケアをしていただかないと。ももちというのは私の契約者のことで、機会があれば紹介させていただきますね。そういえば素材探してきてる部隊ってアンドロメダのこと？そうですね、今研究所の人間で廃棄領域にいるのは私たちだけです。メダちゃん、メダちゃん、何してるの？メダちゃんだ、わーい。あら、この子もフォークロアなのですよ。アンデルセン、向こう側の探索はもう終わったのですか？うん、結構大量だよ。で、誰この子？ちょっと事情があって一緒に廃棄領域を回ってるの。そうなんだ、こんにちは。私こそかの有名な童話作家のアンデルセンだよ。よろしく。じゃあみんな一緒に探索へ行こうだ。ちょ、アンデルセン待ちなさい。なんであんたはいつもそう唐突なの？一緒に行かれますか？ありがとうございます。おお、その懐中時計すごいね。アンデルセン、作業に集中してください。お二人が戦闘をしてくださっている分、私たちはしっかり作業しなければいけません。でも時計すごいよ。どうなってるの？フォークロアがブワーって出てシュッて消えたよね。はい、ストップ。それを調べるために戦闘でデータを取ってるの。本人にもドクターにもまだわからないことなんだから、そんなに詰め寄って困らせない。うん、さあアンデルセン、私たちは作業の続きをしましょう。うん、そうだね、集中集中。うん、ポーンとあんまり戦わなくていいから今回のお仕事は楽ちんだ。違うよ、私の契約者は特定の誰かじゃないよ。でも契約者はいるね。アンデルセンはね、ガベージデータ研究所が契約者なの。アバターではなく法人が契約者というわけ。だからいつも研究所の人の護衛や資材集めのお供の仕事をしてるんだよ。アバターだけではないですよ。法人というだけあって、場合によっては企業も現実と同様人扱いなのです。そういうシステムに便乗して、企業の中には自社システム AI を法人アバターとして執行役員扱いにしている会社もあるようですね。そもそもフォークロアは稀有な存在なの。一般人がそうとして接する機会はあまりないわ。特殊な環境でもない限りね。自分のフォークロアを見てもう分かってるだろうけど、彼女たちは私たちアバターと違ってとてつもない力を持っている。だから彼女たちの強すぎる力を制限するために契約者という枷をつけ、契約者には彼女たちからもたらされる恩恵を認める見返りに対して重大な責任義務を負わせるの。その責任を負える人や組織をひっくるめて一般的には契約者と呼んでいるわ。ちなみにフォークロアたちと関わっていて最高に腹立たしいのは、契約者のいないフォークロアの人権はないも同然という現在の社会的風潮なんだけど。今は割愛するわ。それについて語り始めると私が止まらないから。私たちフォークロアはアリスにおいて姉さんやあなた様と同じように生きています。生きている人の痕跡なんてなかなか隠せるものではないでしょ。普通の契約者はあなた様のように
いくら都合が悪くてもフォークロアをクロノグラフへ隠したりできないのです。だから一人のアバターが複数のフォークロアと契約することは本来とても難しくて、普通の方にはできないものなのです。クロノグラフは普通の契約者たちには不可能なことをいろいろ可能にしている。だから私はその時計が何なのか知りたいの。ドクターは時計について少しは知ってそうな感じがあるけどね。もしかしたら私が桃地と交わしている契約とあなた様がフォークロアと交わしている契約とでは少しばかりデファインやプロセスが違うのかも。本当、普通は専属契約なのに君は複数かな。つまり八方美人というやつだ。おや、ごめんごめん、それじゃ悪口だ。使い慣れない日本語の言葉だから間違った。構成に引っかかってしまったね。君は編集さんの才能があるね。よし、君は今から編集長だ。何の話なの。よろしく編集長、また間違って覚えてたら構成お願いね。ほらほら、作業を続けますよ。ラジャー、メドちゃん、これはもういらないよね。あ、ダメ、捨てては絶対にダメです。それはどなたのものかわかりませんが、フォークロアの存在を強化する貴重なアニマですよ。ねえアンデルセン、私の記憶が確かならこの間別の研究員からも同じことを注意されてたんじゃない。いや違うよ、前に注意されてたのとは。ほら、ここの角度が微妙に違うかなって。全く同じです。いい加減覚えようか。違うんだ、忘れていたのではなく違うものに見えてしまったんだ。そんなことある？急に違って見えるなんて。そう、普通はありえない。いつもと同じであるはずのものが少しずつ違って見えてしまう。それは些細なズレかもしれない。だけど少しずつ確実に静かに日常を蝕んでいくのだった。あまりにひそやかなその呪いは誰にも気づかれぬままじわじわと広がり、そしてやがては世界を覆い尽くすであろう。しかしあまりに些細であるがゆえに呪われていることに皆気づかない。それこそが悪い魔女の思惑なのである。合わせなくていいの。っていうか割とノリいいわね。悪い魔女なんていませんよ。ほら、アンデルセンの変な物語を勝手に作るのはやめてください。ほんと、いつもいつもよく口が回るわね。どうせそんなに珍しい宝物じゃないし、もう持って帰れないって。ほら、カバンもパンパン。確かにそうですね。ではこのアニマは別動隊に頼んで、私たちは引き上げましょうか。わかった、じゃあここで別れましょう。私たちはもう少しデータを取るわよ。あんたも戦闘に慣れてきたみたいだし、少し強い敵を探してみてもいいかもしれないわね。ネウ、聞こえますか？ええ、ドクター。どうかした？いくつかのケースで確認しておきたいことがあります。一度戻って直接報告してくれませんか？近くで見ていた君の所見が聞きたい。今は妹さんのことで気が張っていて疲れを感じていないかもしれませんが、そろそろ休んだ方がいいでしょう。了解。一旦研究所へ戻るわ。ということだから、ファストトラベルで帰りましょう。要するに、ワープってことね。
まあね、仮想空間だし移動なんて一瞬でできるわよ。ただ飛べる先は決まってるし、他にも制限があるけどね。ほら、まず起動に少し時間がかかるの。誤作動した時にキャンセルできる余裕を持たせてるわけ。この間に大きく動いたりしても起動は停止してしまうわ。だからポーンとの戦闘中に飛んで逃げるとか緊急離脱みたいな使い方はできないのよね。さあ、そろそろ移動できそうね。研究所まで一気に帰るわよ。ほらね、すぐに戻ってこれたでしょ。さて、一度報告しに研究室へ寄ってから。ちょっと、ねえ、あんた大丈夫？ねえ！花びらが綺麗。とても仮想空間とは思えない。お花見のイベント、兄さんと来れてよかった。あの、兄さん、私今度のテスト、クラスで一番取る。いきなり何って？おねだりをしようと思った。もし一番取れたら来年もお花見連れてって約束。お、何？髪？花びらついてた。ありがとう。木から落ちたら急にって意識、さっき、ボックスのところ